大賀さん、その存在は割と何もかも曖昧にはする。たとえアメリカ大統領であっても、その結果、で負けたら意向は引き下げねばならないのだ。その時なら誰が、何が、場の決定権を握っているのか？まさに、大賀さん、しかしその結果はいつどこで何が。最終的なシステムの管理者になった、と言っても、どうなってるんだ？への返答、その立場でしかない、感じもある。実際にある権限として、それは何ができるのか。さすがに、新型コロナウイルスは安全です、と。言い切るには不安なデータはある。売春の工程や必要性が、そこにあるとき、このウイルスは活性化する。今まで通りが続く、その不安は、このウイルスを、起爆させる。馬娘、やはり倫理上の問題は感じる。しかし、それは今も、間違いなく何かの執着を持って続いてる。